ローマ帝国のためだと思ってテルマエを作ってもらいたい。私にお任せください。古代ローマ帝国ではテルマエと呼ばれるお風呂が愛されていた。皇帝から命を受けた建築家ルシウスは斬新な発想さえ思いつけばダメだ、全く浮かばない。何なんだここは。顔が平たい。外人さん、言わざるするといけない。ここは奴隷用の公衆浴場か。な、こんな技を持った職人がいるなんて、この奴隷風呂使えるぞ。これまでにない風呂らしいぞ。素晴らしい思いつきだ。レーネ、メドゥーシュ、とてつもない敗北か。完全にローマの文明を凌駕している。かんまい、平たい顔族の族長か。驚くべき奴隷たちだ。どうしよう、歴史が変わっちゃう。殺されるんだよ。私のテルマエを作りたくないと申したそうだな。ローマの危機救うため。ローマ軍の勝利も見えてまいりましょう。果たしてルシウスは世界を救うことができるのか。恐るべし平たい顔族。テルマエ、ロマエ。今日は外人のヘルパーさんか。川まで向かっちゃうよ。